まあ簡単に言うと、まあ日本語にまだないんですよね。スカーティ州っていうとそれ出てこないので、結局こっちでスカーティ州っていうのは、まあ日本語で言うハンコの組織っていうものなんですけども、あの体の皮膚の中に溜まっていく老廃物みたいな、まあ、ものなんですけども、例えば切った時に縫うと縫った下ってこう硬くなるじゃないですか。あれがハンコン組織っていうものなんですけど、それが筋肉とか骨 の関節とかに溜まってきて、それでジョイントが動かなくなったりとか筋肉の動きが悪くなる、その老廃物みたいなものですね。なのでそれが溜まってきちゃいすぎて、溜まってくるとやはり動きが悪くなってくる。特に運動をたくさんしている人はそれがすごく溜まっているので、それを取ってあげないと構造上の動きが制限されちゃうということですね。